グンナー・ノルダールは、スウェーデンのサッカー選手、指導者。グンナー・グレン、ニルス・リード・ホルムとの、いわゆる、グレノ・リトリオの一角として知られる。デーゲル・フォルシュイフでキャリアをスタートさせた後、イフック・ノー・ショーピングに移籍。ノー・ショーピングでは、リーグ戦で4回優勝、1試合で7得点を挙げた、こともある。スウェーデンのクラブに在籍した期間には七十二試合で四十九得点を、 マークした。1945年にスウェーデン代表に招集され、1948年までプレー1948年ロンドンオリンピックで得点王となり、スウェーデン代表の優勝に貢献した。1949年1月22日にグレン、リードホルムと共にイタリアの ac ミランに席、グレノリとして知られることになる。当時のスウェーデンでは、 プロ選手を代表に招集しないというルールがあったため、AC ミランへの移籍によって、スウェーデン代表からの引退を余儀なくされた。スウェーデン代表としては30試合で44得点、1試合あたり1.5ゴールを挙げている。AC ミランでは8シーズンで5回のセリエ A 得点王に輝く。ミランを去った後は、エースローまで2シーズンプレーした。 ミランでの計210得点は AC ミランの歴代最多得点記録である。また、セリエ A での計225得点は274得点のシルビオ・ピオラ、248得点のフランチェスコ・トッティに次ぐセリエ A 歴代3位の得点数であり、外国籍選手としてはセリエ A 最多である。1949から50シーズンに挙げた。 セリエ A シーズン最多得点記録の35得点は2015から16シーズンでゴンサロイグアインが破るまで66シーズン破られなかった。息子のトマス・ノルダールもサッカー選手で1970年ワールドカップのスウェーデン代表メンバーだった。スウェーデン代表1942から1948フトジは得点王。ありがとうございます。